ここは、横浜市青葉区奈良町にある奈良北団地折り返し場。今日はここから東京駅を目指します。という動画。ここから東京駅へは、県境の山を越えて徒歩20分近く、歩く必要がありますが、うぷ主は足腰が弱く、体力もないため、途中で力尽きて救急車の世話になることが明白であり、さらに電車の乗り換えには、全く自信がなく、乗り換えをミスって外国に行ってしまったらどうしようという不安が募り、そのため別の方法で東京駅での用事を果たしに行くことに決めました。無事に駅までたどり着けたとしても、その後、小田急線と JR に乗って、およそ70分、544円の時間と費用がかかります。ところが、これから乗る東急バスで、520円の1日乗車券を購入すると、それだけで目的地の東京駅へ行くことができます。途中をゆっくり進みながら、様々な景色を目にしつつ移動するというのも、とてもいいものではないでしょうか。なお、1日券なので、帰りも使えば、メリットが圧勝です。電車を使う理由がありませんね。子供の国の前を通っています。さて、動画の説明を長々としていましたが、最初に乗ったのは、青118系統、青葉台駅行き。これは、もともと横浜市営バスで、運転されていましたが、2010年頃に、市営バスから押し付けられ、東急バスが運転しているものです。そのおかげで、これまで東急バスが来なかった奈良北団地から、東京駅まで東急バスのみで、行くことができ、みんな大喜びです。市営バスの時は、1日券を使っても、あの田舎臭い横浜駅にしか、行けませんでしたからね。奈良北団地から、およそ20分で、青葉台駅に到着します。途中のバス停から乗った人も、多く、日曜日の朝ながら、座席がほとんど埋まるくらいです。というわけで、乗ってきたバスを見送り、このバスは、折り返し、奈良北団地折り返し上行きになりました。青葉台駅には、横浜市営バスも見ることができます。ほとんどが、若葉台中央といって、横浜市旭区にある巨大な住宅団地への、アクセスバスを運転しています。続いて、6番乗り場から、桐蔭学園経由、市が尾駅行きに乗車します。しれっとなくなりつつある、バス特サービス。昔の共通バスカードの、名残で、乗れば乗るほどプレミアがつくというシステムでしたが、あえなく廃止です。地方のバス会社で、独自の IC バス乗車券を、発行している会社では、チャージの度にプレミアがつくものもあり、そちらは健在です。青葉台駅を出て、北に進んでいきます。ここは環状4号という横浜市道です。桜台ビレッジのあたりを走行しています。時は橋を渡っているあたりでは、だいぶ景色が開けてきました。小田急バス取り号します。そして、桐蔭学園入り口で降ります。乗ってきたバスを見送り。ここに、なぜ狛犬が置いてあるかというと、この道がこの先の黒金神社への参道であるからです。その神社の周りを取り囲むように、桐蔭学園があります。奉納坊の塔。萌えいでいしくさー、望みあーり。とまあ、5を読んでみたくなるものです。横浜神朝尾道路に面したバス停で、柿尾駅行きを待ちます。偏僻なところのバス停ですが、行き先だけは無駄に充実している気がします。しばらくすると、
バスがやってきます。ここは、小田急バスも半分走っているので、一日券を利用した旅行を、組む場合、乗れないバスが発生してしまうことを、把握しなければいけません。無論、追加運賃を支払えば、乗車できますが、野の手前で川崎市に入ります。この柿23系統には名前が長いバス停がいくつかあり、下黒金黒須田口、上黒金鴨志田口という兄弟みたいな名前のバス停もあり、そしてそれを超える田中千代学園短大入り口、改め東京服飾造形短大入り口と改名されましたが、いつしか、亀井橋というシンプルなバス停へ変更されました。そして、この路線も、先ほど乗ってきた青葉台営業所の、バスで運転されていましたが、横浜市バスから路線を押し付けられたことによる担当営業所の、改編で、現在は虹ヶ丘営業所が担当しています。小田急小田原線が見えてきました。ここを右折し、柿生駅に向かいます。柿生駅北口に着きました。ここから柿生駅前までは少し歩きます。16倍速でご覧に入れます。本当は、以前の乗り場などに触れながら行きたかったのですが、乗り換え時間が何しろ5分しかないので、少し急いでいます。そして少し道を間違えました。なんとか、多摩プラーザ駅行きに間に合いました。現在いるところは川崎市、多摩プラーザは横浜市で、2つの市をまたがる路線の、場合、運賃が安い川崎から、高い横浜や東京に、向かう場合、あらかじめ乗務員に下車停留所を、申告する必要があります。いわゆる、均一区間の信用先払い方式となるわけですが、この一日券は、無敵スター状態なので、ドヤ顔で横浜市まで乗り通せちゃったりします。かっこいいですね。停車した安野というバス停から、横浜市に入っています。ここから乗る人は、問答無用で220円の、運賃がかかります。美しが丘周辺の急な坂道を、登っています。住宅地を造成するときに、あえて自然の山を崩さずに、分譲した方が、その後のバスの売り上げがかなり違うのだろうなぁと、思ったりします。もちろんそれは東急多摩田園都市という大きなブランドがあってこそですが、30分ほどで、多摩プラーザ駅に着きました。駅に着くとどうしても電車に乗りたくなる衝動に駆られますが、電車に乗ると外国に行くかもしれないので、怖いからやめておきます。そもそも、ここの大屋根が外国の駅のようでもありますが、それはともかく。駅の反対側にやってきまして、ここからセンター北駅行きに乗ります。
き続き、虹ヶ丘営業所のバスに乗っています。ここから先は、割と集合住宅も多く、ハイソサエティな街並みが続きます。まあ、語彙力の限界なんですけどね。途中の北山田小学校入り口で降りました。ここから反対方向のバス停に移動します。足腰が弱いというものの、こういうバス停間の乗り換えは大丈夫なのか？という疑問は一旦押してください。この後の鷺沼駅行きに乗り換えます。ここも横浜市から川崎市に入りますが、運賃が高い方から乗車しているので、事前の申告は必要ありませんが、どの道、バス1日券を利用している場合は、無敵スターです。このセブンイレブンあたりで川崎市に入ります。宮前郵便局のそばを通ったらもうすぐ鷺沼駅です。田園都市線の急行も停車し、東京メトロの車両基地も併設する駅。その割には駅前がちょっと狭いような気もしますが、こういうのもご愛嬌というところでしょうか。これから乗る小杉行きは、川崎市バスと東急バスが路線を共同で運行しており、市バスとほとんど交互に走っています。そのため、今日は市バスには乗れないので、市バスをやり過ごし、東急バスが来るまで待ちます。以前よりかなり本数が減った、ありません。正しくは、武蔵小杉駅に行くのですが、小杉駅というと富山県の北陸本線にあった駅に行ってしまうのではないかと、乗り間違えるお客さんがいないか心配になります。そもそも、この辺りの武蔵小杉、武蔵中原、武蔵新城、武蔵溝の口のように、武蔵とつく駅名は、すべてそれを省略して、川崎市バスなどでは呼ばれているようです。そして、だんだん川崎らしい、道路が狭く曲がりくねった道が、多い景色が続いていきます。新城を過ぎ、南武線の高架をくぐり右折すると、サントリーの前を通りながら、小杉駅へ向かっていきます。
この辺で雨が降ってきました。小杉駅は、バス乗り場が4つに分かれており、なかなかの初見殺しの駅です。言わずと知れた、タワマンが林立している地区ですが、中には、タワマンが嫌いな、エッフェル塔おじさんのような人もいたりするのではないかと、勝手に思っています。東横線の東側にあるバス乗り場から、今度は二子玉川駅に乗車します。もともとは、このバスはこの先の玉川駅まででしたが、武蔵小杉周辺住民の要望で、ある時間帯に限り、ここから発着するバスが設定されています。本日も東急バスをご利用いただきまして、ありがとうございます。タワマンができたことで、急激な人口増加により、バス路線を引くことさえ朝飯前になってしまっているのかと思うと、恐ろしいばかりです。武蔵小杉に住んでいながら二子玉川まで、無理して買い物に行くための、需要が、正味どれほどあるかわかりませんが、電車で行っても途中の、自由が丘で乗り換えるだけで行けるのだから、正直なところ、電車に乗れよ。と言いたいのであります。とはいえ、それを言ったそばから、自分が特大ブーメランを、投げていることにも気づくわけですが、玉川を渡って、東京都に入りました。中原街道を少し走り、玉堤通りへと入ると、すぐに右折をし、玉川駅に入ります。ここからは、なぜか座席がいっぱいになるほど乗ってきました。それならば、なおさら武蔵小杉に顔を出している場合ではないんではないかと思ってしまいます。ちなみに、担当営業所は瀬田営業所です。玉川周辺や、世田谷区などに広く路線を持っています。玉堤通りを走っていると、よく見る日曜日の光景を目にします。野球はメンバーが足りない時に、透明ランナーという便利な制度があるので、とてもいいですね。20分余りで、二
二子玉川駅に到着します。時間がないわけではないのですが、二子玉川ライズなんかに立ち寄ってお買い物をするでもなく、ただトイレを利用するためだけに立ち寄ってもいいのかなと思いますが、便意もそこまで逼迫した状態ではなかったので先を急ぐことにします。バス乗り継ぎ旅ではどうしてもトイレの場所というのを調べたり着いた先で探したりしなければなりません。幸いこの旅行にハイビスさんがいないので自分のペースで行動できるのが嬉しいです。さて、ここからは目黒駅行きに乗車します。担当営業所は目黒営業所です。天候が良ければ、先ほどのバスで玉堤1丁目で、下車、玉堤地区会館まで歩き、轟駅までバスに乗り、轟駅から東京駅行きに乗車するつもりでもありました。このバスに乗るや否や、車内でじゃがりこを食べていたんですが、その姿を幼稚園くらいの子供がじっと見ていたわけです。自分はそれを無視して食べ続けたんですが、もしそれを見ていた第三者は、どう考えるのでしょう。じゃがりこの一つを子供にあげないなんて、人でなし、と思ったりするのでしょうか。でも、それはなんか違う気がします。そんなことを考えながら、上野毛駅に到着します。二子玉川駅で乗車して、上野毛駅で降りる人を、このバスに乗るとよく見ますが、その時思うのが、電車に乗れよ。と言いたいですが、結局特大ブーメランですし、そういう乗り方をする属性の、人は、察しないといけないので、言いません。轟七丁目まで、細い道が続きます。川崎と違って、せめて歩道がある狭さなので、いいと思います。それに街が整然としているので、暮らしやすそうです。この狭い土地に、山梨県の人口以上の、人が住んでいるかと思うと、人口の密集って恐ろしいなと、思います。密集しているからこそ、こうした公共交通機関が、運営できているのでしょうけれど、根町を過ぎ、都立大学駅北口へ向かっていきます。今日の目黒通り入ったって、順調の流れ。環七を過ぎて間もなくして、碑文谷警察署で下車します。これといった用事があるわけではないですが、目黒通りのかっこいいイオンを見ながら、碑文谷名物、高級外国産車のディーラーが軒を連ねる名物スポットをちょっと歩いてみようと思ったのです。まずはランボルギーニ。ここからは少し早回しにしてみましょう。マセラティ。ボルボ。メルセデスベンツ。シトロエンとプジョー。
最後に、田向公園の交差点まで、来たところの向かい側には、レクサスがあります。散歩の途中に車を買うときは、とても便利なエリアだと思います。散歩に疲れたら、ここらのお店で車を買って、家に帰るというのもいいですね。バス停を二つ先まで歩いてきてしまい、田向公園からラストの、東京駅南口行きに、乗車したいと思います。こちらも目黒営業所の、運転です。目黒郵便局でございます。目黒駅に着きました。ここで3分ほど停車し、時間調整をします。バスでは、運行の途中、乗務員交代や時間調整で、乗客を車内で待たせるとき、手動であとどれくらいで出発するかを、入力し、車内放送で知らせることができます。こういうところは、さすが東急クオリティだと、感心します。それと同時に、ある程度時間に余裕を持ったダイヤで、事故防止につなげようとしている会社の、考えも伺えます。全くそういうことを考慮に、入れない会社も世の中にはありますしね。青少校前から桜田通りに入りました。ここは完全に都営バスのエリアで、この路線も以前は都営バスと共同運行をしていましたが、今はそれが撤退し東急バス単独路線となりました。東急バスは山手線の内側を走る路線はかなり少なく、堂々と山手線の内側を貫通するのは一般路線でただ一つであり、東急バスネットワークの中でも最も東か北を走るもので、東急バス最東端および最北端終着地が東京駅南口となるわけです。世田谷区から一気に東京駅に行けるとあって、利用もそれなりにあり、座席はほとんど埋まった状態で、目黒駅を出て、白金台、東京タワーあたりで校舎が目立ちます。東京タワーのそばを走行していきます。そしてしばらく走ると、西新橋2丁目。虎ノ門ヒルズの前に止まります。朝、横浜の郊外の奈良北団地を出てきて、こんな都心の中枢たるビル群の狭間を通り、もうすぐすると霞が関の官庁街を走りますが、そうした景色の移り変わり、そしてネットワークの中での風景のバリエーションが大変飛んでいるように感じます。お客様は手すりや吊り革にお伺いください。
地裁は井町から日比谷通りを走行しています。馬場先門を右折し国際フォーラムの方へ向かいます。電車に乗ってまっすぐ来て葉わからない道や見ることがない景色などをゆっくり見て回ることができました。もうすぐ終点の東京駅南口です。出ておよそ6時間、わずか520円で大きなショートトリップができました。東京駅に着きました。バスの場合、多摩川を渡るのが少々ボトルネックですが、こうした旅行をまた企画して実施したいと思います。できれば今度は1日で全営業所を回るというのも面白いかも。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。